祖師ヶ谷大倉ご通行中の皆様、日本改革党豊島区議会議員楠澤良治と申します。大きな声でお騒がせしております。世田谷区支部長長谷川誠とともに、政治活動をしております。同じ東京23区内のですね、荒川区におけるデータなんですけれども、お子さんを出産すると出産一時金という名前で約40万円、もらえることを皆様ご存知でしょうか。国民健康保険に入っている人なら誰でももらえるというお金なんですけれども、まあ、大体のですね、産婦人科が40万円以内の料金でですね、出産してくれるので、大体の日本人がですね、まあ、お金かからずに出産できると。産婦人科の方もですね、お金が払えないなんてことなく安心して誰でも仕事を受けられるというような目的で出産一時金というものが給付されております。約40万円です。それが荒川区ではですね、荒川区には約 3% の中国人が住んでいるんですけれども、その 3% の中国人が出産一時金給付総額のなんと 26% を受給していたということが荒川区の調査で判明いたしました。 3% の人間が 26% の給付金をがめていると、これ日本人の9倍ぐらい子供を産んでるっていう計算になりますけれども、そんなこと可能なんでしょうか。一組の中国人夫婦が9人ずつ子供を産む、そんなこと可能なんでしょうか。役所の方ではですね、なんと親が荒川区にいれば中国本土で出産した子供にも40万払っていたそうであります。今もうそれは変わっていないようなんですけれども、それは産婦人科取りっぱぐれ救済という本来の目的から外れております。で、いくらなんでも 3% の中国人が給付総額の 26% を占めるのはおかしいということでですね、中国の病院から出る出産証明書、これを提出されて給付するという流れになっておったんですけれども、その病院に電話して確かめるというふうな告知をしたところ、なんと給付申請が半減したそうであります。半減といってもまだまだ多いですけれども、ということはですね、 26% 占めていた給付金額、半分ぐらいは詐欺だったのではないか。中国本土の病院が発行する出産証明書、中国ではお金さえ払えば本物のパスポート、もちろん全然違う名前のですね、それも手に入るそうであります。病院の出産証明書などですね、お金さえ払えばいくらでも作ってもらえると、そういうことでそれを日本の役所に提出しさえすれば出産一時金約40万円をもらえると。半減したのはもともとなかったからなんですよ。半分以上が詐欺、書類だけ偽造してそれでもって給付していた、そういうことでないと説明がつきません。今では入管なんかと協力してだいぶ詐欺は減っているようですけれども、本来でしたらば産婦人科の病院、それと日本人
を助けるために作られた出産一時金という制度、そんなですね書類さえ出せばあげるゆるゆるの審査でいいのか、それとですね日本国内で中国人夫婦が出産しても日本人にとっては何の利益にもなりませんよね。私はそのようなお金を出すのは嫌であります。日本人の若者が結婚せず出産せず子供が少ない大変だって言っているこのご時世にですね、どうして日本の役所が中国人夫婦の出産の利便を図ったりお手伝いしてやらなければいけないんでしょうか。まず日本人を優先すべきだと思います。それとですね、外国にわざわざ来て外国で出産、あるいは中国で繁殖して旦那だけ日本に働きに来てお金ちょうだい、そんなのおかしいと思いませんか。私は外国人に対してはこの出産一時金制度あげるべきではないと思っております。世田谷支部はですね長谷川誠が担当しております。では長谷川誠、支部長よろしくお願いします。はい、祖師ヶ谷大蔵駅をご通行中の皆様こんにちは。日本改革党の世田谷支部長長谷川誠と申します。よろしくお願いします。もう少しの時間、大声をちょっと出すんですけど少々ご勘弁ください。2月の24日ですかね、ロシアがウクライナに侵略しましたよね。皆さんご存知の通り、そのせいで石油や小麦、エネルギー資源、そういったものが高くなってしまいました。ガソリンを見ても今日、ガソリンスタンドを見たんですけど164円でしたね。高すぎますね。僕は車を持ってないのであんまり関係ないかなと思ってたんですけど、よく通販を利用するんですけど、そういった、Amazon とかヨドバシカメラとかそういった運輸のエネルギーはガソリンです。そういったコストが商品の値上げにつながっております。4月頃ですかね、一部の商品が値上がりしました。他の商品で企業努力で値段は据え置きなんですが内容量が少なくなってしまいました。それもこれも全てロシアがウクライナに侵略戦争を仕掛けたせいです。そういえば日本地図を見ると北海道の隣に北方領土がありますけども、この北方領土ロシアに不法占拠されております。日本の島なのにロシアが軍隊を連れてきて実効支配しております。日本もいつ侵略されるかわからないこのご時世、そういった意味でもお金は大切です。そのお金の節約の一つの手段として NHK のスクランブル化を進めてまいりたいと思います。見る人は NHK に受信料を払う、当たり前ですよね。
NHK を見ていない人が NHK の受信料を支払う。これはおかしいですよね。今の時代、サブスクリプション、通称サブスク、ネットフリックスとか、アマゾンプライムビデオとか、いろいろあって、最高です。日本の NHK もサブスクみたいに、見る人がお金を払って、見ない人はお金を払わない。そういった当たり前のことをやりたいんですが、 NHK は10分見ていても、たとえ10時間見ていても受信料は変わりません。見ていない人もテレビがあるからといって受信料を要求してきます。ネットでは受信料というよりみかじめ料と言われております。こういった時代に合わない NHK、 そろそろスクランブル化しましょうよ。見る人が払って、見ない人は払わない、この当たり前のことを日本改革党は訴えてまいります。参議院選挙で日本改革党、靴沢良二豊島区議会議員が立候補する予定です。もし NHK に不満を持っている方、よろしければ靴沢良二豊島区議会議員の応援をしていただくと嬉しいです。終わります。ありがとうございました。